タッキーの右腕元戸部広報が旧ジャニ系レコード会社スノーマン担当に禁断遺跡、人材難話題の中創意激化必至か滝沢秀明氏42が立ち上げたエンターテインメント会社戸部といえば、ナンバーアンダーライン愛を筆頭にその活躍は目覚ましく、世界を見据えた展開にも期待が寄せられているが、 そのトベの元幹部がライバル会社へ禁断移籍したことが業界内で物議を醸しているという。滝沢氏は2023年3月にトベを設立。その後、三宅県45平野二27神宮寺裕太26ガン裕太 28IMP 元 IMPA シー imp IM P トルズ元ジャニーズ JR の大東立つ 19、元キスマイ FT2 の北山博光38が旧ジャニーズ事務所を退所して同社に合流。今年3月14日から17日にかけて、同社所属アーティストが集結したコンサート、トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブを東京ドームで開催し、4日間で22万人を動員。ナンバーアンダーラインアイが四月十五日、日本時間。 に、アメリカカリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェスティバル、紅ーチーラバレーミュージックアーツフェスティバルに出演したことも大きな話題を呼んだ。成長著しい戸部ですが、少し前に内部でちょっとしたことがあったんです。戸部の広報の顔役な立場で滝沢氏の右腕として仕事をしていた A 氏が、会社設立から1年も経たないうちに退社してしまったんです。 A 氏は過去大手芸能プロダクションに勤め、そこから一社挟んで昨年夏頃に飛部に入社。しかし、この春に同社を去ってしまったんです。芸能プロ関係者。芸能プロダクションにとって、広報はある意味で社長に匹敵するほど重要な存在として知られる。会社の顔役を務め、マスコミ対応、CM クライアント。 得意先とのやりとりといった重要な役割を担っている。社長の滝沢氏はとにかく頭の回転が早く、どんどんアイデアを出したり、新しいことにチャレンジしようという敏腕で意欲的な人。もちろん様々理由はあるのでしょうが、そんな滝沢氏のスピード感についていけなかったことが大きく、退社に至ったと聞こえてきています。広報役の A 氏が辞めてしまったことは、 人材不足が指摘されているトベにとってかなりの痛手だったはずです。全土トベが5月31日、転職サイト、マイナビ転職にデスク、社内の様々な情報管理やサポート業務、マネージャー、所属アーティストのスケジュール調整や管理、現場動向、営業企画やプロモーションなどを担当、ライブ制作、コンサート、舞台、イベントや発表会の企画立案、アーティスト、 関係会社、協力会社と一緒にライブ制作の三色種の求人を掲載したことが話題を呼んだ。滝沢氏も同日、自身の X、旧ツイッターを更新し、新たな時代へ飛べ、一緒に手がけていきませんか条件が合う方、飛べで働いてみたいお気持ちがある方がいらっしゃいましたら、ご応募お待ちしております、と、転職サイトの URL を添えて呼びかけていた。 ナンバーアンダーライン愛を中心に所属アーティストの活躍は目覚ましいものがありますが、戸部では裏方のスタッフの数が圧倒的に足りていないと言いますよね。IMP の椿大河さん26が来年公開の映画、僕らは人生で一回だけ魔法が使えるに出演することが発表されていますが、マネージャーもつけずに一人で現場入りすることもあったそうですからね。 それは IMP のマネージャーがナンバーアンダーライン I のマネージャーも兼任しているから。世界中を飛び回っているナンバーアンダーライン I と人気急上昇中の IMP のマネージャーが同じなんて業界的にもなかなか考えられないこと。それぐらいスタッフの数が足りていないということでしょうね。前室の芸能プロ関係者、転職サイト上での求人はすでに終了したものの。 スタッフの人材不足は解消されていないと報じるメディアもあった。全室の芸能プロ関係者はこう続ける。そんな中、トベの広報だった A 氏が、旧ジャニーズ系列の会社に移籍したことが明らかになったんです。しかも移籍先は、その人気と実力でスタートエンターテイメントを牽引するスノーマンが所属する、メントレコーディングだというから驚きですよね。 全土メントレコーディングは2022年に設立されたレコード会社およびレコードレーベル。スノーマンのか、トゥエンティエスセンチュリー、キスマイが所属しており、旧ジャニーズ事務所と同じ東京、赤坂の住所に本社を置いている。滝沢氏が見出し、グループ名も命名。2020年1月の CD デビュー前からプロデュースや育成を手掛けてきたスノーマンが、 所属する旧ジャニーズ系のレコード会社に移籍したことになりますよね。しかも A 氏は現在、スノーマンを担当しているそうですから、業界内では、禁断移籍とも言われています。前室の芸能プロ関係者、4月10日に本格指導したスタート者も2025年度の新卒採用ページを開設、マネージャー職、デジタルプロモーション職、広告キャスティング営業職、 事務系総合職の募集を開始した。飛べもスタート者もまだまだ人手が足りていないんでしょうね。ただ、滝沢氏の右腕としてそのノウハウを近くで見ていた A 氏が飛べのライバル会社に転職するというのは業界的にも驚きのこと。プロ野球で例えるなら、阪神の一軍の選手が巨人に移籍するようなものではないでしょうか。もちろん、 職業選択は当人の自由で、過去にもそうしたライバル会社へ移るケースもありましたが、全土 A 氏が戸部を退社した後、戸部にはキャリア豊富なスタッフ B 氏が幹部として加わったという。B 氏は業界歴が長く、芸能プロダクションでマネジメント業に携わっていた人物。戸部には取締役副社長というポジションで迎えられたそうです。 今後、A 氏は旧ジャニーズ系のレコード会社でスノーマンを、B 氏はトベでナンバーアンダーラインアイを売っていくことになるのではないでしょうか。A 氏の遺跡で、トベとスタート社のライバル関係が、今まで以上にクローズアップされることになるのかもしれませんね。どう男性アイドル界でしのぎを削るトベとスタート社。タレントと同時に、スタッフの強化を図れた方が、 業界内での存在感を増していくのかもしれない。滝沢氏は4月23日に中国の SNS ウェイボウェイボーの受付を訪れている姿を自身のウェイボアカウントに投稿。顔は見えないものの、栗色ヘアにビシッと黒スーツで決め、体型もアイドル時代と変わっておらず、できるビジネスマンオーラを漂わせていた。